はい、こんにちは、キムさんです。いつもありがとうございます。10月に入りましたね。ただいま東京の某ビジネスホテルでこれを撮影しているんですけれども、2019年というのはですね、さまざまな節目を迎える1年でした。一番大きなのは言語が変わりまして、令和になりました。そしてこの10月なんですけども、日本経済的にはですね、どちらかというとネガティブな響きで捉えられがちな、消費税アップっていうのがありますが、そのいずれそうなりますしね、プラスの面ももちろんあるわけですよ。もちろんですね、政治家がその財政をですね、どのように使うかっていうのは我々国民がきちんと監視しないといけないんだけれども、でも一応ですね、その社会保障であったりですね、さまざまな経済政策、もう生活保障の面でですね、きちんと適切に使うというのはですね、今度は我々が政治家に対してですね、きちんと選んで、それを物申していくという姿勢がですね、より問われるということですので、税金が上がるということはですね、一時的にはマイナスかもしれませんけれども、でも最終的にはですね、もう自分次第なんでね、世間が社会がどうなのとですね、もうそれらのせいにしては仕方がないと。どんなに税金が上がろうですね、自分たちの収入があって自分たちの人生がどんどん良くなればですね、関係ないんだというマインドでいけばいいなと思います。僕どっかですね、商工会議所で昔講演した時にですね、消費税が上がることのメリットは一つだというふうに話をしたことがあります。そのメリットが何かって言ったらですね、全員そうなんだって話なんですね。全員そうなんですよ。で、自分だけ消費税上がるわけじゃないんですよ。全員そうだっていう中で、そういった発想ですね、いかに自分だけね、みんなそうな中で、じゃあ自分はどうするかっていうことを考えるいいチャンスなんだって話をしたんですね。それに関しては非常に好意的に受け止めてもらいました。だからその全体の消費が下がって、お客さんもお金がだんだん払わなくなるとかですね、そういったネガティブなことを言い出したらね、キリがないわけですよ、ね、お客さんの財布の、ね、その紐が閉じて固くなっても、でもそれでも魅力的なプレゼンテーションをしていけばですね、それ全然関係ないんだと。だから世間が社会が経済がどうなるとですね、自分次第我々次第なんだって話なんですね。だからそういう節目としてですね、この10月を新たに決意し直してほしいなと思います。で、今日はですね、非常にパワフルな話をしたいと思います。先日からですね、願望実現、願いの話をしてました。で、願い、非常にですね、その強く思ってる願いってのは、それは自分から編み出されたものじゃなくって、天から宇宙から神様からいただいたものなんだって話をですね、ずっとしてきました。例えばね、身近な話で言うと、僕音楽大好きなんだけども、音楽の才能ないんですよ。でも僕の知り合いにはですね、音楽の才能がある人がいっぱいいるわけですね。で、その人たちはなぜ音楽で飯食ってるのかね、なぜ音楽でその身を立てていって、それで自分なりの願望野望をですね、果たしたいと思ってるのかというとですね、それはそう思えるだけの天賦があるわけですね。才能があるなんですよ。で、その才能ってのはどっから与えられたかというと、それはもう神様に決まってるわけですね。じゃあ僕はこうやってですね、ノンテキストでですね、わーっと喋れるの、これ一つの才能かもしれませんね。多くの人がこれやれって言われたらできないわけですね。今日もこれ何も考えずに喋ってるわけだけども、これは僕は与えられた才能だと思ってるわけですね。で、この与えられた才能を生かすことで、僕なりに表現をしていきたいなと思ってるわけですよ。で、その中で僕なりに、例えば YouTube のチャンネル登録がいくらとかですね、そういった細かい野望もありますし、もっと言うと、全米で、こんまりさんをですね、抜くもしくは肩を並べた上でですね、それと匹敵するようなですね、日本代表になるんだっていうですね、そういった野望を持ってるわけですね。それは決して絵空事ではないと思ってるわけです。なぜそう思えるかっていうのはですね、なぜそういう願望を持てるかというと、それは僕は神様から与えられたことだからですね。そこでですね、非常にパワフルな言葉をここで皆さんに紹介したいと思います。それは何かというとですね、もう願望実現する上で、もっと言うと自分の天命、使命、ミッションに沿って自分らしい人生を送るためにですね、非常にパワフルな言葉があるわけですよ。それは何かというと、私を使ってくださいという言葉です。私を使ってください、私をお使いくださいでもいいかもしれませんね。僕を使ってください、俺を使ってくれ、何でもいい。言葉のね、ニュアンスは何でもいいんだけどもさ、要するにですね、使ってくれというふうに頼むんですよ。誰に頼むか、それはもちろん宇宙ですよね。ですんでね、神社とかに行ってもそうなんですね。実際こういうね、お願いの仕方する人ってね、あんまりいないでしょ。神社とかに行ったらさ、どうしても自分の身近な自分の願望を言っちゃうでしょ。エゴだったり、エゴでも別にいいんだけどね、俺それ否定するわけじゃないんだけどもね、例えばその受験に合格しますようにね、仕事がうまくいきますようにね、彼氏彼女ができますように、結婚できますようにとかですね、いろんなその自分の本当にね、身近な願望を願うっていうのは、それは別に全然いいことですし、素晴らしいことだと思うわけですね。何も願望がないよりはですね、小さかろうが大きかろうがですね、何か自分の思いっていうのが持ってる方が絶対に決まってるわけなんだよね。だけどもね、
こういう神社での願い方があるのも知っててほしいなと思うのね。それ何かっていうのは今言ったように、神様は私を使ってくださいですね。神様は私を使ってください。ね、神様は私を使ってください。別に神社に行かなくてもいいですね。それはキリスト教でもモスクでも何でもいいんだけれども、このビジネスホテルでもどこでもいいんだけどさ、ね、とにかく、ね、まあ今俺空に向かってさ、ね、俺をね、今日も僕を使ってくださいって、十分使ってくださいってお願いするんだよね。そしたらどうなるかって言ったらさ、まあおそらく天からでさ、よし、その覚悟があるなら使ってやろうということで、僕にいろんな仕事をくれるわけですよ。で、今日は早速僕の大好きなジャズのレコーディングにかけてですね、それがどうなるか分かりませんよ。僕音楽大好きだけども才能ないんですよ。だけどもそれを何らかの形で支援したいとかですね、それを広げることによって多くの人に笑顔をもたらしたいという気持ちがあるわけですね。それをそういう気持ちにさせてくれるとかですね、そういう状況に置かせてくれるっていうのはまさに神様からね、与えられた、宇宙から与えられたミッションであるというふうにも考えてるわけですよ。だから本当にね、そういうふうに思わせてくれて、そういうセッティングをさせてくれた、そういった演奏者だったり、そういうエンジニアとかですね、そういうリソースがきちんと用意されてることっていうのは、僕は非常にね、嬉しいわけですよね。だから神様、本当ありがとうございますです。何がありがとうございますかっていうと、そういう思いとか願いとか願望とかですね、自分の情熱をですね、思い出させてくれる、そういったものを焚きつけてくれる、そういった神様が僕にですね、使ってくれるわけですよ。僕という人間をですね、そんな形で使ってくれるんだなって話、すげえ嬉しいじゃないですかね。何でもそうですよ。お前なんか用済みだからですね、お前なんか別にね、意味ないんだってね、やっぱ言われるのってさ、日常生活でもすごくね、辛いじゃないですかね。だけどもそうで、仮にそういうふうな状況があったとしてもだよ、でも神様、宇宙はですね、何らかの意味を持って我々、あなた、僕らをですね、この世に生かせてもらってるわけなんですよ。だから何か役割とか何かミッションが、何か自分らしい本当に宇宙につながった一本筋の通ったパーンとした生き方がね、あるはずなんですよね。で、そこにつながるための言葉がまさに、俺を使ってくれ、私を使ってくださいっていう言葉なんですよ。で、そういう願いの仕方をする人ほとんどいないと思いますし、ね、実際この話はですね、僕がオリジナルで編み出したんじゃなくて、実際そういうことを教えてもらったっていうことを今シェアしてるわけですね。ある成功者から教えてもらったんだけども、私を使ってくださいって言った瞬間に神様が、よっしゃ、ね、わかったっていうわけですよ。その瞬間からもう僕という人間は使われた人間ですよ。これから先一歩ビジネスホテルを出ます、もういや、もうこの瞬間、今この喋ってる瞬間から、これは僕は僕でないんです、僕は神様からのお使いとしてこれを喋ってるわけです。一歩歩いてね、ご飯を食べる、それ自体も全て神様からのもう計画通りにさせられてるわけですよ。で、その中で嫌なことがあるかもしんないしね、辛いことや悩みもあるかもしんないし、ハードモードに陥ることもあるかもしんないよ。だけど、それさえも神様が自分の魂、僕という人間をちゃんと最適に使うために用意してくれてるプロセス、道筋、計画、意図なんだよ。ってことなんですよね。だから全てにおいて、仮に嫌なことがあっても、めっちゃいいことがあったとしても、何でしてもですね、もう感謝しかないんだよね。なぜなら、僕という人間をさ、神様が、宇宙がさ、使ってくれてんだぜ。ねえ、やばくないですか？実生活でもそうじゃないですか。会社に入りました。お前の役割は、お前の仕事はこれだ。やっぱりお前はこの仕事ができるから、お前しかこの仕事できないんだよ。だから俺はお前に期待してるんだよってですね、上司とか社長から言われたらさ、やる気になるじゃないですか。それと同じでさ、宇宙という社長さんがさ、俺にさ、お前はこの才能があるし、お前にしかできない仕事があるんだよ。だから俺はお前に託すんだよ。だけど、それはそんなに簡単に行くとも限らない。だけども、その簡単に行くとも限らないんだけども、必ずお前はできるから、そういった自分のそのスキルだったり魂をきちんと磨いて、お前らしい生き方をね、自分らしい生き方、一本筋の通った天に通じるような生き方を全うするために、あえていろんな困難ハードな状況があるんだよという、でそれもきちんと感謝した上で、超えられないハードルは絶対ないから、それをきちんとお前なら超えられるはずだから、それを一個一個全部飛んでいって、超えていって、そして君らしい、お前らしい、あなたらしい仕事をして人生を送るんだというふうに俺は知っているから、だから俺はお前を使うんだっていうふうにね、今ちょっと言ってくれたんだよ。ねえ。ありがたくないですか？だから何かわかんないよ。ね、そこで例えばさ、いや、Qさん、僕、神様にね、Qさんが言われたようにさ、使ってくれって僕お願いしたんだけど、何も言ってこないんですよって、そんなことないんだって。ね、一歩一歩すべて、エブリシングね、日常のすべてが、もう使ってくれモードなんだよね。
使ってやるものなんだよ。だからそれで私は何をしたらいいのか分かりませんとかじゃないんだよ。もうすでに生きてること、息してる、呼吸してること、こうやって、まあこの俺の YouTube 聞いてることもそうですし、自分自身の仕事もそうですし、自分が与えられた両親から兄弟から友達からですね、いろんな環境があるじゃないですか。それも全て、そのキャスト全てがですね、あなたが神様の言う通りに使われるために用意されたメンバーなんだよね。でその中であなた自身がやるべき仕事とかいろんな、まあ、困難も含めてさ、乗り越えるべきハードルがあるんだよね。それも全部与えられたことなんだよ。だから私は何するか分かりませんというのは、それはある意味俺悪いけどさ、神様に対するちょっとディスりだと思ってるわけよ。俺ディスりっていうまでもないかもしれないけどさ、いやちゃんと神様の意図をね、ちゃんと理解しましょうよって俺はそこは言いたい気がする、うん、だからその不平不満で私何したらいいか分かんないですよねって、何したらいいか分かんないですねっていうの言う裏にはですね、自分がなんかその楽して苦労しないでさ、のほんと大金が入るような仕事ねっすかって言ってるのとさ、あんま変わんないんだよね。別にどんなモードで、イージーモードね、ノーマルモードね、ミディアムモード、ハードモードね、激激ハードモード、いろいろあるかもしれないけどさ、もうすべて僕という人間、あなたという人間を使うためのもうキャスト、セッティングなんだよね、うん、というわけで、私を使ってくださいって、よかったら今天に向かってさお願いしてみようよと、もう言った瞬間に、もうね、それを言う人あんまりいないからね、それを言った瞬間によっしゃというふうに言うんですね。で、言っちゃったらもうね、覚悟決めようね。これから起こることは全て必然だから。いや、もうね、言わなくても本当はそうなんだよ。でも、言った方が、ちゃんと意思が通じてさ、神様と意思通じてさ、宇宙と意思通じてさ、自分の生き方に対する何かその、見直しって言っていいのかな。ある種の、変化だったりさ、まあ、10月入ったっていうのもあるんで、まあ、改めてさ、自分という人間、自分という人生をさ、送ってくれたの、何かの前向きな積極的なきっかけになればいいかなというふうに思ってます。さっき言ったようにね、私を使ってくださいっていうお願いする人あんまりいないんだよね。でもそのお願いをした瞬間にもう人生また一歩一歩進むからさ、今日なんか俺いい話ができたと思う。というわけでですね、私を使ってくださいと。で、あんまりお願いしたいけどお願いしないんだけどさ、もしいいなと思ったらさ、このチャンネル登録してさ、高評価お願いします。というわけでどうもありがとうございました。